パーーーナトレのゆうじです今日自分の背中のトレーニングの時にやった背中のトレーニングがすごく良かったんでちょっとねここで紹介したいと思ってますで今日やってすごく良かったやつっていうのがですねワンハンドローなんですけどワンハンドローなんですけどこういう感じなんですよここからこういう感じこういう感じこういう感じでダンベル逆手ですダンベル 逆手で、これ、単にダンベル、逆手でやってるんですけれども、これが、なんか、今まであんまりこれやったことなかったんですけど、ただこれを手を逆手にしてやってみただけで、めっちゃくちゃ良かったですよ。あ、この背中の効き方、すごいいいじゃん、ということで、 ちょっとこれを紹介したんですけど、まずあの、今やったのは、ダンベルが逆手ということ。逆手なんだけど、これ、まるっきり真横にね、このベンチとか体に対して、まるっきり90度の方向ではなくて、45度という角度でやってるんですね。で、この角度で引いていくワンハンドローが、 めっちゃくちゃ背中後輩ギんにすごく良かったんですね。で、これ、あの、ま、ほんにいつもは全然やってないんですけど、まあ、頭の中で、ま、ワンハンドローやろうかな。あれ、ワンハンドローでこういう形でやっなんかすごくいいような気もするなと思って、まあ、逆手、そして45度でやってみたら、その特にね、このね、引き伸ばし感っていうか、引き伸ばし抵抗っていうんですかね。ここから引き伸ばしていく感じの抵抗がめっちゃくちゃ良かったんですね。 これはちょっとなかなか他の運動では、あの、得られない感覚で、すごく後背筋を作るためですごくいいなと思ったんですね。かなりね、トレーニング種目として、いい悪いで言うと、ものすごい上に来るようなものだなとちょっと実感したんですね。すごく進めたと思うんです。で、まあ、これは当然ベンチとダンベルさえあればいいので、まあ、ジムでもできるけど、家でもまあできるということですね。で、これ今のやつが、えっ、ー、と、まあ、このフラット フラットでやってもいいしフラットベンチでこうやってやってもいいしあるいはインクラインで、えー、のーやってもいいんですけどインクラインでやると、あのー、身長に対して違和感なくできるんですね身長はどんな身長でも違和感なくできるんですけれども、まあ、とりあえず今日のところはフラットでちょっと一回紹介をしていきますねこのリバース45度のワンハンドローですけれどもあのポイントは2つありますポイント2つあるのでそこをねちゃんと説明しておきますねえー、とまずこれを掴む時の、まあ えっと、まあ、当たり前とがこれちょっとポイント外。ポイント外で、逆手の45度は45度。もうこれはポイント外ですけど、こ,こから先です。ここから先の手首なんですよ、手首。手首のあり方として、ちょっとダンベルなしで説明をすると、これがですね、握るときは、しっかり握ってほしいです。しっかり握るっていうのは、強く握るというよりは、手のひらのところでまずべったりとこの指をしっかり巻きつける感じで握ってほしいということ。で、一つだけ、これを、こういう感じのを反るような形にはしないで、 べったりと握れば、これをべったりと握ると、べったり握ると基本的には手首が前も後ろも両方とも固まるんですね。だから固まったこの状態のままで行けばいいんですけど、これなんか半端に握っちゃうとこういう風になっちゃって、そうするとこの前腕こっちを使いやすくなってくる。で、そうならないためにある程度べったり握れば固まる。で、もしくは逆にね、指先、この指先ありますね。この指先で、このダンベルのバーの部分、ダンベルのバーの部分を指先のこの部分で、 このバーの部分を押してくる、ここで、ここで押してくるっていうのが一番すごく重要なところ。これを何も考えないで、なんだか上っ思うと間違っちゃうんですね。この指先のこの部分で、バーのここを、これをまあ巻きつけてんです。巻きつけた中で、こっちに押していく感覚でやっていくとすごく良くなります。なので、まずそこのね、握りとか指先の使い方からしっかり、 やっていく指先で4本でこっちに押すような引っ張ってくるような感覚これまず大事それからですねこの肘ですね肘の高さこれをやっていくときにですねこうやっていくときに肘が体を越えることはまずないですそこまで上げようと思わない今最初に言ったようにこっちじゃなくて今こっち側に引くって言ったんですよで基本的に広背筋ってあのこっちからこっちについてるものじゃないじゃないですか広背筋ってこの背骨のこの方から こっちにこうついてるんだから、これを収縮するっていうのはこっちに来るわけですね。これがこっちに来るから、これを収縮しようと思ったら腕の付け根が引かれて、むしろこっちに腕の付け根、ここね、ダンベルの動きじゃなくて、ここがこっちに動くっていうのがまあ自然な動きです。こっちというかまあこっちの斜め上の方に、この付け根が引かれて上がっていくわけですね。だから上じゃないです。斜め上、むしろ後ろ側の方向に向かっていくような。 感覚ではあるということ。確かにこれ、後ろ側っていうときに、あ、後ろ側、後ろ側、全部後ろ側と取って、体をこれでねじったら、体はまっすぐ、体はまっすぐのままなんですけど、それで、付け根をこっち側、斜め上に引くような感覚ですね。で、そうしたら、肘の高さは、体を超えるということは、まずないです。肘は絶対体を超えないということ。これね、あの、高く上げれば上げるほど収縮ができるというわけではないんですよ。 収縮っていうのは、後背筋メインの収縮ができるかどうか。その後背筋メインの収縮がギュッと終わったらそれで終わりだって、それ以上上げて収縮するかというと、もうこれはこれ以上になってくると、肩の後ろの三角筋後部を使って引いてるだけなので、もう上がってるけれども、後背筋の収縮ではないですよ。後背筋の収縮、この感覚がギュッと終わったら終わりなので、正直これをさらにダンベルを持ってやってる人、こんなもんですよ。全然、この上腕、肩から肘までが、 水平までは来ないぐらいで、ここでもう収縮は完全に終わってる感じ。大事なのはここから先の引き伸ばしなんですよ。このね、引き伸ばしの感覚で、さらに背中、後背筋が抵抗する感じ。この収縮感から、ここの収縮感から抵抗して引き伸ばしていく感覚が、ものすごいこの種目はいいんですね。なんか本当にあの、ここの引き伸ばし抵抗っていう感覚が、あの、 ハンマーストリングスとか一流のマシンをやってると同じぐらいの感覚が得られるのがこの種目なんです。だからそれがすごくいいところですね。だから、収縮よりも引き伸ばし抵抗ということ。これはしっかり覚えておいてください。なので、えっ、ー、と、まあ、もちろんワンハンドローンなんで使うのはこの背骨から右半分だけ。他の部分ね、他の部分で、ね、こうやったりとかいうふうにはしないんですけど、しっかりついて右足立て左膝、この膝よりもこっちの足で立った中で、 45度でリバースで掴んで肘を上げすぎない背中後背筋収縮メインのこの収縮が終わったらそこから息を大きく吸いながら抵抗していく。吐く。息を大きく吸いながら抵抗。吐く。吐く。吐く。正しい背骨をおろすときに丸めることなく縦のこの自分の反りを維持した感覚のままで目いっぱい抵抗しながら結構目いっぱい引き伸ばしていこれぐらい。 肩甲骨がずれてずれてずれまくって最大限まで広がるまで肩甲骨がねそこまで目いっぱい広げていいですでただしこの握ってる感覚は絶対なくない握ってる感覚があればさっきの指先ね指先握ってる感覚があれば背中のこの後背筋の抵抗感が残ったままなのでここ、ここなんですよもうここからぐーっと行くことここまでかなり使えてます通常ここまでいったら脱力してるように感じますが この指先をぐっと掴んでることでここまでストレッチしてもこの背中が突っ張って抵抗している感じがあるでここまで引き伸ばし感があって後背筋を鍛えることができるということです、うん、だから、えー、呼吸も同じですよ呼吸も同じでこの下ろしていく時に息を思いっきり吸いきれながらーと吸っていくとより後背筋は伸びていくということですね これすごいね、単純で、普通のワンハンドローのこの手の向きを変えて、ね、この握りを気にしただけなんですけど、全然違うんですよ。これあの、普通の縦のワンハンドローをやっていると、どうもね、まあ、僕自身もやっぱそういう感じがするし、あの、一般的にやっぱり僕が教えてる人の場合、なんかね、ここすごい使っちゃうんですよ。ここすごい使ってあげる感じがすごく多くて、あの、これを、 まあ基本的にワンハンドルはさっき言ったように、付け根をこっちに引くという、これがあってのワンハンドローンなんですけど、その感覚がすごく掴かみづらいみたいで、どうしてもこの先から使って、ここをすごい引いてきちゃうっていう感じ、さらには肘を上げて三角一ブ部使うという感じが強くなっちゃうんですけど、 リバースにした方が正直言うと、こっち縦にした方がこのワントウコツをすごく使いやすいんですね。だけど、リバースにするとこのワントウコツが使えない状態の方向に入っていくんで、これをこうするのってすごく難しい。むしろ、あ、アームカールやってるようになっちゃうから、それでも自分でから。だけど、これが縦になっているとワントウコツこれね、これ、これ。これをすごく使いやすく自然に使っちゃうんですよ、人って。これが、この状態になると、これが全然使えなくて、あ、 そこ使ってない。背中使ってる。背中で腕の付け根引いてる。そしてこの収縮があって引き伸ばしてる。という感覚を得やすいので、これあのー、今までなんかこの縦のストレートのワンハンドローが、まあ一般的に普通でしたけれども、世の中的にはね。だけど、正直でもうそれやんなくていいんじゃないかなという感じ。これよりはこの斜め、リバースの45度のワンハンドローやった方が格段に 広広背背筋筋には効きまますすを作れます、まあ、自宅でトレーニングをね、してる人の場合には、あの、まあ、僕がここに持ってる懸垂だとかそれがなければ、なかなか広背筋を引き伸ばしたところを使う、そしてそこの広がりを作るのは難しかったりするんですけど、今のこのリバースであればかなり引き伸ばした、ここ正直、ここまで使っても抵抗感あるところまで広背筋大疫を使えるので、この背中の広がり、ね、この逆三角形のこの感じを作るには、すごくいい種目なんで、これはね、本当にあの、 今日僕はやってみて、すごくいいなともう実感したものなので、本当、お墨付きでお勧めしたいと思いますので、ぜひね、取り入れてやってみてください。僕も背中の時には常に入れていきたいと思います。まあ、もちろんね、このね、45度のワンハンドローだけでなく、まあ、あとは、あの、やっぱりデッドリフトをやりながら、石中規律でこの真ん中の辺もね、作っていく。まあ、家でやるなら、まあ、この2種目あたりは絶対やった方がいいかなと思いますので、えー、まあ、1つだけでなくね、2つとか、その辺を組み合わせながらやってみてください。はい。 チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムやってます。フォローよろしくお願いします。パースタートレーナーのゆうじでした。